こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。ヘルペスの話です。ヘルペスというのは水疱や膿疱が集まった疱疹という意味です。疾患としてはヘルペスと呼ばれるものには単純疱疹と帯状疱疹とがあって別の疾患ですが、特にヘルペスと言われると混乱します。ただ両方とも原因はヘルペスウイルスであり、親類なので疱疹という症状が似ていて厄介です。人に感染するヘルペスウイルスは約8種類が分かっていて、初めて感染した時の症状とその後同じウイルスが再び現れた時の症状によって病気の呼び名が変わっているわけです。どのヘルペスウイルスも一度感染するとウイルスがなくなることはなく、潜伏状態が続きます。なぜか神経節に潜み、一生宿主と共生することになるのです。そのまま再活性化しなければ回帰発症も起こらないのですが、紫外線、ストレス、疲労、発熱、外傷、月経、免疫抑制剤などによって免疫が低下すると神経をたどって皮膚に現れ疱疹を作るのです。神経に沿って症状が出るため角膜に回帰発症がすると失明したり脳炎を起こす場合があるので、回帰発症の部位によっては大変危険です。帯状疱疹は一度回帰発症したら再び現れることはないとされていますが、単純疱疹は状態によっては再発を繰り返します。また単純ヘルペスの中でも2型の場合は性器ヘルペスとも呼ばれ性感染症です。性器ヘルペスは症状には個人差があり、感染しても自覚がなかったりすることもあり、また水疱などの症状がなくても感染させる可能性があります。 HIV の感染とも関係が深く、性器ヘルペスに感染していると HIV にも感染しやすいということが分かっています。では本日のお話はこれで終わります。